両外は、中国三国時代食官の武将、政治家。字は気兵。三国志食死に、捨てがある。信代、両夫尉とその一族は、旗王政の命により破食の地に流された。前官の武帝の知性になって、夫尉権が置かれると、両氏はそこに移住して、異民族への協気政策の任を果たした。これが、両外の先祖であると言われている。両外は、 駅州英商交流不一県の人、はじめ軍に出資し、五冠状構想となった。勝負三年に、職官の商列定劉備が営安で報じると、職官を侮った洋らは、呉れに通じ反乱を起こした。当時の英商軍は、都の生徒方面からの道が途絶していたが、旅外は、英商軍の不進むである、王強氏と協力して、軍境を閉鎖し、呉れによって、 英雄大衆に任命されたようの信仰を不正だ。洋からは激文をたびたび送られて、脅迫を受けたが、旅外は道理を尽くして反論し、食官の懐みかど流然に服属するよう、逆に、洋らに進めた。旅外の意義と恩愛は広く知れ渡っていたため、英雄の地を守り抜き説義を全うすることができた。謙虚三年、食官の上昇であった。 諸葛亮は南西の軍を起こしたが、それ以前に、要は、孔忠氏の部下に殺害された。諸葛亮は南中の地に到着すると、両外、王強の功績を上奏し称賛した。同年春3月から秋にかけて、南中の反乱を鎮圧した、諸葛亮は、益州軍を、県令軍と改名し、県令軍と英将軍の一部を割いて、雲南軍を新設した。 旅外は新設された雲南大使に任命され、要選抵抗に封じられた。12月に諸葛亮は生徒に帰還したが、南蛮は再び反乱を起こし、旅外は反乱軍に殺害された。この旅サ地が尺を継いだ。旅サ地は職官が滅ぶと進むに使え、南恵比寿行為に任命された。子孫は代々栄章大使となり、 生官の武帝入武氏が英将軍に進出してきた際には、服属を拒否したという。三国志の戦者である陳守は、旅外について、拙操を守り微動だにしなかった。事故の長所によって、名声を得たのは時代に必要とされたからだと、表している。小説、三国士演技でも、王強と共に、英将軍を守り抜いた人物として登場し、南蛮征伐に来た諸葛亮に、 タイラ版史上図を献上している。しかし、三国志演技の原点となった、三国史平和や、花石作伝などでは、南西軍と敵対して、石作と一気打ちをしている。ありがとうございます。